バレリー・パブロビチ・アファナシエフは、ロシアのピアニスト、詩人、作家である。日本では、部位の詩音を正確に反映させて、バレリー・アファナシエフと表記されることも多い。時にバレリー・アファナシエフという表記も見られる。モスクワ生まれ。モスクワ音楽院にて、エミール・ギレリスとヤコフ・ザークにピアノを指示。1969年に、ライプチヒバッハ国際コンクール。 1972年にブリュッセルで行われたエリザベート王妃国際音楽コンクールにおいて優勝。1974年ベルギーの指名場での演奏旅行を終えた際、西側への政治亡命を決行し、ベルギー国籍を取得している。以前はベルサイユに暮らしていたが、現在はブリュッセルの郊外に住み、音楽活動の傍ら、フランス語で試作や、 小説の執筆にも取り組んでいる。リサイタルでは様々なパフォーマンスを行うこと、とりわけ自作の詩や哲学的なエッセイを朗読することで知られる。近年は指揮者としての活動にも取り組んでいたが、オーケストラが言うことを聞かないということで、指揮活動からは撤退した。異彩、奇載試作するピアニストなどと呼ばれてその個性を称えるファンもあり、 極めて遅めのテンポ設定及び間の取り方、透徹した音の響かせ方、そのためのペダルの使い方をすることもしばしばというイメージがあるが、実のところ、そうしたスタイルばかりではなく、表現の引き出しは多彩である。ムソルグスキーの展覧会の絵のようなお国物もレパートリーに入っているが、世界的には、ベートーベンやシューベルトのそなた、ブラームスの好奇商品集のように、 ドイツロマン派のピアノ曲の中でも、割合渋めのレパートリーと、その独特な解釈ゆえに有名である。かつては、ギドン・クレーメルの室内楽演奏のパートナーとしても、有名だった。吉沢ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書公特書、2006年2月10日、115ページ、ISBN4 から7872から7208、X。 ありがとうございます。